はい、こんにちは、栗原です。今日はですね、月37万取られた富士山久美さんにお話しいただきます。久美、はい、さん、よろしくお願いします。はい、では私の講座に入る前はどういう状態でしたか？何にも物販のことは分からず。はい、なるほど、なるほど、はい、それで私の講座に入って37万発生されたということですね。はい、はいはい、ではですね、私の講座に入ってどういうところが良かったかっていうのを教えていただければ。はい、なんかその物販っていうのを全然知らなかったので、何を買っていいか、どうしたらいいか分かんなかったんですけれども、栗原さんに教えていただいて、それで今言える感じです。はい、素晴らしいです。はい、では今日は月37万達成された伊沢久美さん、お話ししていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。